ルイジ・タベリは、スイスの方言出身の元オートバイレーサー。1962年、1964年、1966年のロードレース世界選手権 125cc クラスワールドチャンピオンである。タベリの世界選手権へのデビューは1954年、500cc クラスのレースでマシーンはノートンだった。1955年には、 スペイン GP の 125cc クラスでグランプリ初優勝を飾り、この年はダッチ TT の 250cc クラスでも勝利を挙げた。当時はまだ世界選手権の一戦に組み込まれていたマンシマ TT レースでも好成績を挙げており、1955年から1966年までの間に3勝と数回の2位の記録を残している。メガボルトアグスタ・ドゥカティ。 MZ、クライドラーとマシンを乗り継いだタベリは1961年、上り上市にあったホンダと契約する。ホンダのグランプリにおける、最初の黄金時代にライディングすることになったタベリは、期待に応えて1962年と1964年には 125cc クラスのタイトルを獲得した。 そして1966年、ホンダは 50cc から 500cc クラスまで全てのクラスでメーカータイトルを獲得するという形でピークを迎え、食べりもビルアイビーとの熾烈な戦いの末に 125cc クラスのライダースタイトルを獲得する活躍で、これに貢献した。ところが、ホンダは 500cc クラスに集中するためにこの年、 限りで勝敗企業クラスからのワークス活動撤退を決定し、食べりもホンダの撤退に補助を合わせるかのようにグランプリから引退した。2018年3月1日、脳卒中のために死去した。88歳没。ありがとうございます。